こんにちは、ピクチャレスクです。動画をご覧いただきましてどうもありがとうございます。今回ね、今日はですね、歯切れシリーズ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、さてこちらなんですけれどもね、歯切れがね少しだけ余っています。2パーツあってですね、まあポーチだろうという感じになるんですよね。こんな感じです。手のひら2つ分の感じのかな。片方でも大きいんですけど、小さい方に合わせないとどうしようもないので、そうですね、ちょっとコンとしたものが、で細長い長方形のものですね、目いっぱい使うとしたら。そしてこの円縮プリントという、このストライプの感じの影みたいに入った薄い生地ですね、こちらを裏地に使っていきます。黒ですね。こっち、このフクレジャガードの方はですね、イタリア製で、品質がですね、ポリエステル 87%、 ナイロン 13% という素材ですね。それでこの円縮プリントっていう方はですね、綿が 100% ですね。綿 100% はすごくアイロンの跡がつきやすくてですね、作りやすいですね。で薄いんですけど、今回ちょっと裏地を貼りません。それで表の方にはね、もともと裏地が貼ってあるんですね。なんです。だから裏地が貼ってあるとですね、これもしかして、そうですね、そのまま表地だけでやれたかななんて思ってるんですけど、真地が貼ってあるということを生かすと、やっぱり裏地をつける必要がどうしても出てくるんで、真地を隠さねばなりませんからね。だから裏地を薄いのつけましたね。その代わり裏地には真地を貼らないっていう風にちょっとしてみましたね。今回問題ないと思います。ポーチなのでね、裏地に真地を貼らなかったことっていうのが、弱々しいとかそんなことにもならないと思うので大丈夫だと思います。それでこの型紙をですね、ギリギリな感じなんですけど、小さい方に当てたかのね、に合った風にしてしましたから、ちょっと大きい方を少しだけ余らせるんですけど、まあギリギリな感じでっていう感じですね。これ大きい方かな、それでちょっと余りますよね、下のとことかね。これを実はですね、後々ファスナータブにしたんですね。だから本当にギリギリちょんちょんで使ったって感じになりますね。はい、それでですね、まあこれを両方とも表地カットして、裏地もカットしてって感じで、単純にですね、2枚ずつの前後と裏地の2枚ずつということで、全部で4枚パーツでやるんですけれども、まあね、どんな形にしていこうかなんていうのをすごく悩んでいましたね、この時ね。でもこの柄の綺麗さっていうのはすごく活かしたいと思うので、やっぱりちっちゃくするよりなるべく大きな面を取った方がいいっていうのは確かなんですけどね。でも結局は10センチかける横が25センチという型紙でやるので、縫い代をちょっと引くとですね、まあ、縦が数センチ、7、8センチぐらいかな、で横が20センチぐらいのものっていうことですね。そういうものが出来上がる、細長いものが出来上がるっていうふうに思ってもらったらいいですね。このこっちのね、裏地の方はですね、結構な面積まああるので、またちょっと余った分をまたさらに次の何かものに使えたらと思います。黒色なのでね、なんか出番が一度はあるような気がしますね、もう一度ね。それでですね、じゃあちょっとどんな風に作っていこうかっていうのでですね、ここでね、ちょっとかなり時間をかけて考えたんですけれども、まあ結局いつもの私らしい感じです。縁をですね、よく 1.5 センチで折ってるんですけど、1センチだけ折って、1センチ全部折って組み立てます。もう1枚の板みたいに、表地と裏地をね。そしてその状態から作っていくって感じになります。で今回はファスナーを真ん中にして、輪みたいなのを描いてですね、ペタンとどっしりした形のファスナーがど真ん中に行く感じ、そういう形をね、作ってみたいと思いますね。さっきね、写った部分で印がね、一箇所ね、ついてなかったんですけど、最初はね、そういう風に裾だけね、ゲジゲジにしてから後でやるとか考えてたんですけど、もうやめました。あの後全部印をぐるり一周に1センチで打ちましたので、いつもの私のやり方って感じですね。ピクチャです。でもね、こういう風ですね、1センチの周辺全部に四隅、アイロンで折り込んで、印通りにですね、そして重ね合わせてですね、1枚の板みたいな感じにするのを2パーツ作ったんですね。で折りネームもこの表地だけの時点で叩きつけてありまして、それこのままいきますね、その後。は
はい、それで裏地側から塗っていきます。上糸が黒、下糸が薄いグレーですね。それを使います。で、3ミリでいきます。端から、糸のミリ数も3ミリ、針のミリ数3ミリ、口からも3ミリぐらいですね。組み立てるときに3ミリぐらいあった方がいいので。そして一周ぐるり塗っていきますね。こういう風に。で、ちょっとぷくっとね、飛び出るんです、その膨れだから、表地の方がね。それを平行になるようにちょっと中にぐしゅぐしゅっと入れてあげて、目打ちでやりながらやってます。なんか裏側から塗るといいんですね。やっぱりこれね、たまにね、表から塗ったこともあったんですけどね、やっぱり裏地の薄い方から、控える方から塗った方が良いようですね。そうです、うん。このように一周やるのを、もう一枚の方も同じようにやりますね。それでですね、この後のことなんですけど、2枚目も同じことやった後、ですね、ファスナーが結局ですね、長い長さのファスナーを切るっていうこともあって、長い長さのファスナーじゃないにしてもですね、やっぱりファスナーの端っこが綺麗に始末したいわけですよ。飛び出たりしないように。そうすると、やっぱりね、ファスナーにタブをつけたいんですね。さて、どうした、生地が少ないのにどうしたかっていうことなんですけど、実はこちらです。なんとか余っている生地からですね、なんとかファスナーのタブになりそうな感じを頑張って切ってみたんですよね。そしたら、ちょっとね、いつもみたいなかぶせてふわっと、もう一発で縫うやり方ではないんですけど、よくですね、ラッピングやる時のやり方があるんですね。その順番にやっていくやり方、一発でやるんじゃなくて、一回再度片方だけ縫っといて、かぶせて、その縫い目分からなくなりますから、最後にまた反対側から縫うっていう2段階に及ぶラッピング方法でね、ちょっとファスナーをくるんでみます。それを今からね、やるんですけど、まずはこれは最初の何もくるんでない状態のとこですね。それがやる方向がですね、結局ね、どっちからやるかっていうと、表に最後に叩く方が綺麗に見えますから、裏からやるんですよ、最初ね。裏側から。で、表の側にくるみ込んで、ちょっとごめんなさいね、見にくくてね。表側にくるみ込んで、最後に、きちんとなったのを表から叩くっていう、そういうやり方ですね。で、くるみ込んだら、これ表側です。さっき裏側だったんですけど、見にくかったですけどね。ちょっとマシですね、見やすくなりますね。これ表側にして、最後の、ステッチになるんですよ、これが。ここがメインに表から見えるのでっていう感じですね。どれぐらいかな、3ミリ、もうちょっと4ミリぐらいかな。あんまり後ろに貫通しなきゃダメですからね、縫い目が。縫ってはあるんですけどね、貫通、うん。そうすると裏返しとか、これうまくいきましたよね、こんな感じ。はい、こんな風にね。で、縁の方も両端ともこういう風に玉結びをね、きちんとやります。それで、ファスナー切ったところ、こんな感じ、ちょっと映ってますかね、左上に。このちょんちょん、外に飛び出ちゃいけませんからね、シャカシャカって塗ったところが割とギリギリなんですよね。いつものバッグの時よりもちょっとギリギリ目でやって、で、うまく隠し込むっていう工夫になりますね。で、裏側ですね、この裏側を最初にやるって言ったのがさっきのこういうことです。裏側最初にやって、上向き、なんか裏側が上に向くようにって言ったらいいんですかね、中側っていうか、折り込んだところ、こういうふうにピラピラがやってくるめるわけですもんね。ぐるっと表の方にやっていくから、最初この裏返し向きでやります。裏側に裏返し向きで叩きつけるっていうのが、いわゆるファスナーとの中表みたいな感じですよね。ちょっとこれなんか失敗したのかな、今なんか位置の糸が悪かったみたいで、なんかよくゲジゲジってこういう時になりますよね。それがね、こうやって糸を踏むといいんですって、上のファスナーで、上の押さえでね、糸を踏むと上糸をなんかもじゃもじゃってならないらしいんで。はい、そして縫いましたよね、最初に裏側から。そしたらくるみ、ちょっと映ってませんけどすいません、せっかくのとこがね、こうやってくるみ込んで、表向きから叩いていくっていうやり方。2段階踏むとね、結構こうやって
危うい感じなのもできるみたいですね。なんか初めてやりました、私ファスナーでこの2段階踏むやり方。そういえばそうだ、ラッピングがそういう風だなと思って。でこっち側はね、ちょっと中側は返し縫いしてあげるといいかもしれません。ファスナーがね、雪止まりのところがね、金具がないですから、糸の縫い目で金具代わりにしてあげるっていう感じで、しっかり止まるように返し縫いで固定してあげるのがいいかもしれません。で終わったら、さっきみたいに両端に糸が飛び出てますから、それを、針で表側のやつとこから裏側にちょっと返して、裏側あたりで玉結びするみたいなことですね。それ両端ともやってんで糸切るっていう感じです。はい、じゃあファスナーこういう風にね、短いやつが出来上がりました。タブ付きのものがこんな風に可愛く出来上がりましたね。じゃあこれであとは縫い付けるだけになりますので、やっていくんですけども、かなりですね、長さをですね、長さのことちょっと申し上げてなかったんですけど、映ってなくて、ギリギリです。ちょこんとだけタブがなんかゾロッとした感じで出るんじゃなくて、すっきりさせるためにファスナーのタブがちょこんと顔を出す感じ、耳みたいに、そういう感じなイメージです。でもあまりにギリギリすぎてですね、ちょっと本当にギリギリだったんですね。余裕をね、隙間を5ミリぐらい開けたつもりでやったんですけどね、なんか何か縮まってちょっとね、原因がわからないんですけどね、縫ってる間にそういう風になりましたね。でギリギリです。もうファスナーのタブの隙間、先端のとこギリギリのとこからスタートして、もう隙間も開けずに、そうすると隙間も開かずにギリギリのとこで終わるみたいな長さに偶然なりまして、ちょっともうちょっと余裕を持った方がいい場合は、もうちょっと余裕を持って計算した方がいいですね。これはね、難しいですね、ファスナーの途切れるところね。なんかここでファスナーを切るんだけど、ファスナーのシャカシャカって縫うやつはちょっと違うんだとか、そういうことでちょっとごちゃごちゃになっちゃうんですけどね。はい、そしてこれも裏側に通して駒結びするということですね。それでですね、1回で途切っちゃいましたけど、ボックス型に二重に縫ってもよかったと思ってますから、反対側はそうしますけど、1回1回区切ると1回1回結び目やらなきゃいけないんでね、玉止めですね。これね、ファスナーがね、まだこの状態だと分かります？ファスナーまだ横叩かれてないのが分かりますか？今の縫った隣ね、あそこにね、もう一個線を入れて二重で叩くんですね。そうするとね、もっとすっきりするんです。はい、ということで、ちょっとこんな感じで、ファスナーの横が、ね、こんな風に、ちょっと見にくいですけどね、開いてるということで、もう一個線を入れていくんですけど、線を入れるのもファスナーに貫通しないとちょっと意味がないですからね、あまり開けすぎずに、そうですね、3ミリですね、3ミリぐらい開ける感じ、控えめに開けて、ファスナーにちゃんと叩きつけるようにっていうことですね。ファスナーから外れちゃうと全然叩いた意味がないですもんね。ファスナーの隅っこをすっきりさせるために、すっきりさせるっていうことは、ファスナーを叩くからすっきりさせるのに、そこが叩かなくなっちゃうってことは一緒ですからね、やる前と。気をつけないといけないんですよね。やりすぎちゃダメなんです。幅を開けすぎちゃダメっていうことですね。はい、では反対側もね、同じようにやるんだけれども、反対側はちょっと一回ボックス型にやってみましょうか。一発で縫う感じ、戻っていく感じですね。最初にやっていったら、U ターンして、 U ターンというか四角くこっちに帰ってくる感じにしましょうかね。それでずっと行きます。この線叩くのは縫ってあるところの上ですね。さっき3ミリで縫い合わせるときにやった、その上を叩いていくって感じで、そしてもう一針あたりで大丈夫かな。3ミリだから、3ミリでの幅開けるんだから、3ミリなのでね、この糸が一針だけいって、そしたらこっちに戻ってくるという感じで、 2列2列のファスナーの横がこんだけ叩きつければ十分頑丈だと思います。しっかりしたものになると思います。でもう一回一針いって、もう一針いくんですよね、最後は1個戻るから。はい、これで裏で結ぶということで、これでファスナー周辺は縫い終わりました。は
い、それで結び終わってこんな感じ、裏出てるの。ちょっと下手くそですね、右側下手くそですけどこんな感じでね、あの貫通してますよね、ファスナーに。はい、それでこの後ですよね、この後どうするか。はい、ここですね、裾っていうか底ですね、底を塗っていくんです。横何も塗ってません、何も塗ってないんだけど、底をですねさっきと同じように裏返すんです。そう裏返します。裏返して裏から上糸が黒、下糸も黒になるわけですね、黒黒が。だからその状態にして下の底の部分をこのもともと縫ってあるその板状のパーツを作った時の3ミリのあの糸の上を見ながら縫っていくんです。で、もう一度縫うんです。これがピクチャレスク流ですね。もう一度二重に縫うという、底の部分を二重に縫うんだと、そういうことですね。で、これをやってひとまずね、ここであの結び目作ってちょっとここで玉留めしますね。はい、その玉留めができたらですね、こんな感じで横がプカプカ開いてますので、この状態でもう一度ね表に返すんですよ。ひっくり返し直します、元に戻しますね。こうして、そうするとさっき縫ったところが中側に隠れて、割るとこまではいきません、もう3ミリだけなので割るっていう風にはならないんだけども、縫えました、そこがね。だからあとは残るは脇サイドのところだけになりますよね。なので最後はファスナーがど真ん中の中心に行くようにして、ぺたんと潰した感じの形のポーチに出来上がるんです。だからファスナーが真ん中ね、そのさっきの縫い線のとこに行ってるのを確認しながらですね、両サイドを縫っていくってことをします。はい、そしたらですね、ここにサイドのところに針目縁に持ってきます。それでもともとサイドは3ミリのところに印がついてますよね、そのパーツを縫った時にですね、板状のパーツにした時に、またその上を叩いていくんですね。そして閉じるわけです、横の脇のサイドの部分を閉じます。で、もう一度そこと同じようにですね、横もここからこぼれちゃったらいけませんからっていうのもあって、ここファスナーの真ん中も貫通してきますから、ファスナーのとこ通り抜けてきます。で、そして次も反対側はもうやりますね。くれぐれも真ん中にファスナーが行くようにっていう位置じゃないと、これどんな風にでもできますからね。だから場合によってはですよ、ファスナーをずらして、そのファスナーが上の方についてるなんかポーチありますよね、ああいう感じにしてもできるっていうアレンジも効くわけですよね。でも今回は真ん中にするっていうことですね。でもう一度戻って二重縫いです。これで出来上がりになりますかね。はい、で、そしてずっと最後に行って返し縫いして終わりですね。はい、ちょっと出来上がった感じをちょっと見てみまして、裏側こんな感じで剥ぎ目になってますね。これ自然ですよね、割とね、こんな感じに馴染んでまして、で、細長いポーチが出来上がりましたね。タブがね、すっきりしてるの分かりますか。なんかファスナーにタブをつけたとはなんか思えないぐらいなんか馴染んだタブになりましたね。で、ファスナーも開けてみた感じ、こういう感じ、なんかね、こんな風に縫ってるんで、丸見えなんですよね。私のやり方だとここが丸見えになるんですよね。そこでがちょっとね、なんでしょう、綺麗にやらないと目立っちゃいますね、ということですね。そこでメリットかもしれませんね。袋みたいにする裏地をそれぞれにやるやり方だと、裏地それぞれ、表地それぞれでやるとあれが隠れるんですよね、さっきのとこがね。その違いが出ますよね、やっぱりね。こんな感じのね、平たいぺたんこな感じもいいんじゃないかと。待ちなしも違う形で待ちなしっていう、こうね、こういう感じ、どっしりした感じ。ピクチャレスク。はい、それでこのようにね、出来上がりまして、こちらサイズがですね、縦が
8.5センチ、横が23センチですね。待ちなしです。はい、裏の様子こんな感じになってますね。なぜか偶然バラの柄が集まってきた感じになってますね、配置がね。これなんかね、あまりわからないかもしれないけど、ところどころにですね、バラだけじゃなくて多分、レオパードにもなってるんでしょう。なんかつぶつぶのなんか黒いのがですね、どうもヒョウ柄っていうかですね、レオパードっぽいなって思ったんですけど、どうですかね。なんか謎なんですよ、そこがね。で、ちょっとごめんなさい、ここでね、こんなポーチをお見せします。これ見覚えありますかね。ご覧になっていただいた方はわかるかもしれないんですけど、最初に失敗したやつなんですよ、実はね。長いなんかヘアアイロンを入れるやつを作ろうとして、なんかもうボツにしてしまったんだけど、ボツにするときに一回切っちゃったんですよね、ちっちゃめに。そのでも待て待てと思って、もう一回改めてちょっと何か作り直そうって時に短くなって、その切った部分とかがですね。で、船型にした理由はですね、このなぜ縁を船型にしてるかというと、ちょっと今回のと作りが違うのが分かりますか。これ一重仕立てなんですよね。で、最初に縫い代ちょっと多めに取っといて、中にくるんと曲げてステッチかけてるんですよね。そういう始末の仕方をしたので、ちょっと変わった形になってるんですけど、で、縁のところはゾコゾコにしたままにしておいて、後で今回と違いますよね、これね。だいぶくるみ込んでラッピングをしてるんだけども、ラッピングの布が同じ共布が足りなくて、やむなく船型にしたっていう、短くするために。この短いのを使うにはどうしたらいいんかってちょっと考えた時に、あ、じゃあちょっと台形型みたいに縁ってあんまり入れるのに関係ないんじゃないか、長いしっていうことで、その台形型にちょっとしてみる工夫をして、なんとか使えるものにしようと思ってですね。結構長いんですよ、これもね。これサイズがですね、縦が 7.5 で横が27センチぐらいって感じですね。今回のよりちょっと横は長い感じになってますけどね。で、今回のこれ、最後に底のところ縫った部分、こんな感じの見えてます。結構すっきりしますでしょね。すっきりした感じ気持ちいいですよね、なんかね、見た感じね。という感じで、まあ出来上がりましたね、今回ね。はい、じゃあ今回はこのように、フクレジャガードの無彩色のね、グレーとかの濃淡のこのバラ柄でできたもので、こういう形のね、横に水平にぺちゃんってへちゃけたような形のポーチを作ってみましたっていうことですね。はい、これで今回終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。またどうぞ今後ともよろしくお願いします。ご覧いただきどうもありがとうございました。どうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いします。その他ブログもサイトの方で書いておりまして、下の URL をクリックしていただくと、そちらのサイトに飛んでいってもらいます。そしてブログを読んでいただいたり、商品という欄をクリックしていただくと、フクレジャガードとかですね、プリントの花柄とかバラ柄とかですね、そんな感じの美しいバッグをご覧になることができます。ぜひどうぞ。ありがとうございました。